吉田さん、お年玉ありがとうございます。まあそんなね、プレゼントを実はね、今年やったんですよ。で、どういう、まあ、商品かというとね、まあお年玉をくださいと、1万円から3万円入金してくださいっていうふうに、まあレターを書いたんですよ。で、それに対して私はね、動画で、いくらいくらいただきました、ありがとうございます、これを何々に使わせていただきますっていう風な、こんな短いね、動画返信するだけっていうものなんですよ。3つぐらい売れましたね。売れたって言っていいのか、これは。3つ入金がありまして、まあそれぞれね、1万から3万でポロポロっと入れていただいたんですけども、それに対して私がその動画で返信するだけというね、しかも30秒ぐらいですよ。だから一体これ何なのかなっていうところなんですけども、一応サービスレターっていうかね、私はサービスレターって呼んでるんですけども、セールスレターの方には他の人には向けない私の感謝の言葉を送りますっていうふうに書いてあるんですよ。で、払った金額に見合ったものは提供していないと思いますけども、だからこそ払った金額に見合ったものが受け取れるとも思いますよっていうふうにね、ちょっと謎かけをしたわけなんですよ。まあ、つまり私の心の中で言いたかったことっていうのは、久保さんに貢献できて嬉しいなと、久保さんのその変な商品を自分だけは買ったぞ、受け止めたぞっていうようなね、まあ、そんな優越感か特別感みたいなものが、いわゆる記念ですよね、記念がその商品ですよっていうことなんですけどね、まあ、3名の方がなぜか振り込んでくださって、それぞれ動画をお送りしました。まあ、私としてはですよ、これやってすごく良かったなっていうのは、こういう要求に応じてくれる人がいたんだってことなんですよ。で、その人のことは忘れないでしょうね。まさにお年玉なんですよ、私に対して。多分、年が明けて、私に現金を渡してくれた人っていうのは、この3人だけなんですよ、この世界でね。どんな人も、1円たりともくれなかったんですけども、この人たちはくれたなっていうのは、多分覚えてるかなと思うんですよ。まあ、そういったものもね、なんかね、妙な発想だったんですけども、信頼関係を構築するものになりうるんだなと思ったら、なんかやっぱね、ビジネスで商品渡してお金をいただくっていうのは、それに比べると随分と、まあ比較的ね、簡単な話だなと思いますし、なんかね、払っただけの対価を欲しいと思うんですけども、払っただけの対価を勝手に受け取るっていう、まあそんなね、今回お年玉企画だったかなっていうところでございます。まあ多分吉田さんも同じことだったらね、何人かの方からは入金があると思うんですよ。まあはっきり言うとこれ寄付みたいなもんでしょ。ください、あげますみたいな。それに対して別にメリットはないですよと。でもメリットはあなたが受け取れるはずですみたいな。まあほとんど宗教ですね、こうなるとね。まあ速稼塾ってのは宗教みたいなもんですよね。まあ久保哲郎が宗教みたいな人生ですかね。ありがたいですね。じゃあ行ってらっしゃい。